さあ、そしてバッターボックスには松田が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。初球から際どいコースをついてきます。緩いボール、しっかりと見極めました。もう1球アウトローへ。とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。さあ、2ストライク追い込みました。これもアウトコース、見送っています。ボール、これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。三塁線、わずかに左に切れました。ファールボール。このピンチ、空振り三振に切って取りました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは7番、森。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った、ビシエド、アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番、松田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは9番、藤岡。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ヒットでランナーを一塁に打ちました。セカンド取った、二塁アウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。